ああ、全然やっつけれてないけど。まあ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 。見たかったけん、いいや。これで、あっち側に出ろってことかな？全然違うかもしれんけど。ん？違うね。こっちじゃないわ。こっちじゃなくって、あれってことはこっちでいいんか。こっちに飛んで、ほい。こっちに飛んで、こっちに行ったらもう鼓動じゃなくなるんかな。ちょ待って、看板を。ポニの大峡谷祭壇への参拝路。花園、こっち？これは？ポニの大峡谷悲願の遺跡。あ、なんか落ちとるじゃないか。不思議な生き物が地殻でキューブに吸い込まれた。ここがポニーの行動ってことかな。ん、なんか誰か来たんですけど。あ、あの二人？アイラさん、お元気ですか？セルとコアを集めたなら、裏裏島16番道路にある、エーテルベースを訪ねてください。リボンマシンを使えば、地殻でにできますから。あなたにジガルデについて探ってもらっている間、私たちもゼットリングのこと調べてたの。不思議ね。遠く離れた地方でもメガ進化に触れるなんて。僕たちはトレーナーです。メガ進化を説明するより、まずはお見せしましょう。何？戦わされるの？ポケモントレーナーのデクシオが勝負を仕掛けてきた。たっぷり持っとるし。お、エイフィこれでいけるかな。あ、わからない。とりあえずナイトバースト。あ、オッケーオッケー、効果抜群。結構な経験値やね。お、ライチュウ。ライチュウ、このまま、あ、カビゴンで。いきます。いっけ、カビゴン。10万馬力で大丈夫よね。はい、効果抜群。あ、待って、リフレクターされた。いや、大丈夫やろ。レベル的に。ほらほらほら。はい、次は。このままでいっか。メタグロス。てか、なんか実際に見せてくれるかなんかって言ったけど、Z 技を使ってくるってことかな。え、その Z パワー、Z 技とメガ進化が同じってこと？そう、なんかメガ進化がどうこうっていうのはね、前から聞いたことはあったんやけど、よくわからんかったんよね。しばらくずっとポケモンのゲームとかしてなかったけん。やべえ、なんか効果抜群やけど。いけ、勢いで。回復するかと思った一瞬。あ、そっか、ノーマルやけん格闘が効きよんや。のしかかり。はい、オッケー。すっごい微妙な感じでやけど。お、フェローチェがレベル61に上がった。ヤドキング。それは、この辺かな？違うね。この辺か。フェローチェ。よし。ここで。一系フェローチェ、レベルが上がったところ。ん？向こうのポケモンは？あ、同じや。同じや、同じや。よし、トリプルキック。全然効かねえ。びっくりするぐらい効かねえ。
効果抜群。あ、そっか、逆に覚えとったんやな、私。ということは、ということは、ルナーラでいっか。カピゴンの回復をちょっとしてあげたいけど。ナイトバースト。ドーン。効果抜群。あ、でも一発ではいかんかったね。あ、すげえ、このヤドキング、冷凍ビーム使う。全然効いてはないけど。おし、いいぞいいぞ、効果抜群。2回目なんかそんなに効いとる風に見えんねやけどね。お、風鈴。いや、このままでいきます。おし、いくよ。あ、そっか、ゴーストタイプも効くんよね。ん、なになになに、これがメガ進化。相手のフーディンはメガフーディンに進化し、いや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 、うん、なんかそこまで強くもないけど別に。ナイトバースト。でも見た目変わったね。フーディンはフーディンだよね。これ最後の一匹やろ。ごめん、なんか捕まえようとした。ということは Z パワーを使っていこうじゃないか。エナジーボール。あ、びっくりした、ボール使うんかと思った。そういう技ね。最強ルナーラ。Z パワーを体にまとって、これとは違うってことやもんね。だってなんか見た目がちょっとすごい変わったもん。 Z パワー使うときにもなんか若干変わるような気はするけど、でもあれはなんか体の大きさが変わってるだけな。ね、その仕組みが知りたいんだけど。僕のポケモンたちはそれぞれのベストを尽くしましたよ。そうっすか。トレーナーがキーストーンを持ち、ポケモンにメガストーンを持たされば、勝負の時、ポケモンをメガ進化させられるのです。Z リングを使えるあなたなら、メガストーンを共鳴させるキーストーンも使いこなせるはず。君もキーストーンを持てば、メガストーンを持つポケモンをメガ進化させられるのです。ポケモンフーリーをメガ進化させるメガストーン。その名もフーリーナイトも君にお渡しします。フーリー持ってないけど、私。アイナはキーストーンを手に入れた。おー、フーディナイトを手に入れた。フーディン持ってたっけ、私。考えてみれば、Z リングはポケモントレーナーの思いをポケモン届け、Z パワーを使えるようにするもの。メガ進化できるのも頷けるわね。それではお邪魔するわ、ボンボヤージュ。久々に現れてすごいびっくりしたんだけど。てか結局、なんなの、どこなの、この先。ポニの樹林。樹林？花園ではないんだな。え、この辺来たことないとこか。我がポケモン様はビンビンでいらっしゃる。なんで背中向けたの。空手王のリュウジが勝負を仕掛けてきた。お、一匹。誰だ誰だ。ケケンカに送り出した。ケケンカニー。マケンカニーの進化系か。おし、行くぞ。微妙やね。ゴーストダイブで行こう。なんか手がすごい可愛いんやけど。ね、あのちょっとなんか肉球っぽい感じやんね。カニじゃないの。あー、一発じゃいかんかった。氷タイプ。うわ、まさかのピコンピコンなりだしたんやけど。ちょ、待ってね。とりあえずちょっと満タンの薬、ほい、ルナーラにお願いします。はい、オッケー。
うわ、ぺっちゃんこや。やば。それじゃあ、シャドウレイで。さあ、いけるなら、シャドウレイ。行ったことない道の方かなって言ったけど、樹林を越えてとかは別に言ってなかったもんね。ポニーの鼓動を越えて、花園？花道？を越えて、さらに先に進むみたいになったよね。幸い、ケケンカニ様は元気だ。折れた心を癒してくれる。ケケンカニ様。なぜ様付けなの？お、野生のリオル。これはぜひとも捕まえなければ。え、この子が進化してさ、ルカリオになるんよね。あ、カビゴン。ちょっと待って、回復してから出そうか。じゃないとなんか、ねえ、出して一発でやっつけられたりとかしたら嫌やけん。さあ、カビゴンに満タンの薬を。命がけ？命がけとかやめて。命かけちゃダメよ。今から捕まえるから。かわいい。見た目が超かわいい。なんか超笑われたよ。ほい、カビゴン、手加減。お、一発やん。あー、ダメダメダメ。よろしくないよ。倒れたやん。ちょっとどういうこと？いや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 。倒れるぐらいなら私のモンスターボールを受け止めてくれる？不思議な生き物が地枯れでキューブに吸い込まれた。そして、スペシャルアップを見つけた。いや、それはいいんやけど、おお、出てきた。またリオルかな？あ、グランブルや。グランブルも確か捕まえてないよね。その辺で捕まえとるわ。とりあえずちょっとこの辺の樹林はまあ越えていくけど。おお、また。ほい。デカグース、なんか久々。超久々。あっちにもなんかアイテム落ちとったな。でもとりあえずさ、だからなんで？なぜ去って行こうとするの？レディーゴー！何？戦いの合図？エリートトレーナーの友久が勝負を仕掛けてきた。3匹。ハギギシリ。お、なんか久々に見た気がする。いけるなら。この子には電気タイプの方がいいんじゃないかな。あ、でも効果抜群やん。なんかわからんけど。相手何タイプ？エスパー？お、修行シャドウレイ。効果抜群だ。おし。お、ガラガラを繰り出そうとしている。ということは、あ、フェローチェが。草タイプの技使えたなって思ったのに。そっか、瀕死状態はフェローチェだったのか。じゃあとりあえずここはアシュレーヌで行こう。アシュレーヌバブル光線。安定の、はい、効果抜群。お、電樹木がレベル66に上がった。ウォーグルって誰？全然わからん。何系かもわからん。あ、鳥系か。ということは、電樹木で行けばいいかな。おし、じゃあ交代。一系電樹木。さあ、そろそろ、活躍を見せていただきたいよ。放電。よっしゃ、一発。やったね。今までね、ビーストが全然活躍してくれなかったから。
ゲームセット。いやー嬉しい、初めての活躍。コングラチュレーション。単語しか喋れないのかよ。あ、なんか広い場所に出た。ポニーの荒野。一瞬花園かなって思ったけど違うんやね。なんか超ガサガサ言ってますけど。不思議な生き物が地軽でキューブに吸い込まれた。めっちゃガサガサ言うんやけど。お得な掲示板。ポケモンを捕まえようとした時、投げたモンスターボールなどが一回しか揺れない時があります。ポケモンをたくさん捕まえるほど発生しやすくなる現象で、いつもより捕まえやすくなるため捕獲クリティカルと言います。ふんふん。あれめっちゃ走り回りよりよ。ああ、ぶつからなかったのに他のやつが出てきた。お、野生のケンタロス。ケンタロスは？持ってない。そっかそっか、ライドポケモンで持っとるだけか。ということは、さあ捕まえなくては。行くよカピゴン。さあどんどん新しいポケモン捕まえていくよ。あ、怒るな、まあまあ落ち着いて。あ、混乱した、攻撃力上がって手加減で一発でいってくれれば全然いいんやけど、自分さえ攻撃せんかったらね。あー、どんどん上がるよカビゴン。手加減よし、オッケー。じゃあそれで、あとはハイパーボール。よし、いけー。さあ捕まってくれケンタロス。うわ、速攻で出てきた。じゃあ待って、繰り返すよ私は。ほら、相手の攻撃は全然効かんもん。ちょっとナイシオン。ちょっとナイシオンケンタロス、やめてよ。お、ルナーラがレベル86に上がった。そうやってちょっと自分の命を落としてまでこっちに攻撃しなくてよろしいのよ。この先ポリの花園。あ、あっとる。来る方向あっとる。え、こっち？あっち？あ、あっちな気がするね。でもまあここのおじさんと戦っとこっか。ホープトレーナーだったわしも戦いに明け暮れて今ではベテラントレーナーよ。ホープトレーナーを経てのベテラントレーナー。お、ベテラントレーナーのレオンが勝負を仕掛けてきた。さっきのはエリートトレーナーか。え、どうなんやろ、ホープ、エリート、ベテランってなるんかな。段階がある、なんか。うん、微妙やねこの辺。あ、そっか、飛行。電気。よし、行くよカプコケコ。そしてカプコケコエレキメイカー。足元に電気が駆け巡る。何それ、素早さアップ。そういえばさ、カプゼット使ったことないよね。見たい。あ、フェアリーなんや。うお、よし行くよ。ちょっと電気かなって思ったんやけど違ったんやね。かわいい、何あのポーズ。カプコケコは Z パワーを体にまとった。そして解き放つ全力の Z 技。いけ、ガーディアンデアローラ。おー、わ、すげえ。で、顔になるってこと？すげえ、巨大な顔になった。ああ、全然やっつけれてないけど。まあ。見たかったけん、いいや。よし、行くよ。放電。はい、効果抜群。お、カプコケコがレベル62に上がった。よしよし。フワガノン。それはあれかな、虫タイプ？いやね。まあ、でも飛行も入っとるっぽいけん。え、入ってない。マジか。入ってないんか。いや、行くよ。
エレキボール。あー、今一つだな今一つだな。電樹木の方が良かったかな。いやでも行こう。もう一回エレキボールと、ちょっと急所に当たったりとか、なんかさっきよりも威力下がったような気がするんですけど。あ、しかも、あ、そっか、電気の技が、なんていうん、あの効果がアップしてる状態であれかってことは、ほぼ効いてないってことやない。ちょっと電樹木行こう。電樹木頑張れ。電樹木おいし、行くよ。うん、全体的に今一つなんよね。そっか、飛行は入ってないのか、飛んでるのにあ、やべえ、放電。まあ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 、レベル的にってことかな、こっちは。電磁木のビーストブースト、さあ来いよ。お、ギャラドス、これならいけるんじゃないね。電気でいけるやろ。うわ、威嚇。いやでも確実に見た目は電磁木の方が怖いけどねちょ、とりあえず満タンの薬を電磁木に。で、次で一発でやられたりとかしたらどうしよういける？耐えれる？耐えて耐えて。お、全然大丈夫。おし、ということでいくよ。電磁木放電。おっしゃ、効果抜群。で、最後やったやろ。はい、オッケー。ベテランといえど、ポケモンの道は険しい。何の手だ君もポケモンを愛し続けてベテントレーナーになるのだ。頑張ります。あ、この先。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。